こんにちは、こんばんは、おはようございます。アレジです。今日はですね、岩手グルージャ森岡さんの試合をね、見に来ました。ビッグプロさんというところで、ホーム開催日だけ臨時で無料の駐車場が借りれますので、そこからシャトルバスに乗って岩銀スタジアムに向かっていきたいと思います。バス来たよと。はい、警備員の おじさん?めっちゃいい人でした。はい、そしてね、バス乗って、岩銀スタジアムに向かっていきたいと思います。到着、無料バス、ありがたやでございまして。はい、そしてね、グルージャのサポーターさんについていって、スタジアムの方に向かっております。この日は、高校野球があったんですけども、それも雨かなんかで中止になって、ね、あれなんですけど、やっぱり圧倒的晴れ男ですわ。はい、どや、本当に。そして中に近づいていきまして、こんな感じになってます。お俺が知ってる中で日本一ヘディング上手い人おった。はい、そう、元日本代表でもある秋田豊さんは今ね、岩手グルージャ盛岡の代表オーナー社長になっておるんでね。はい、後でチラッと映るかもしれません。そしてグッズショップ来ました。私、グッズをですね、車にポンと貼っているので買いに来たんですけども、安すぎる。200円は安すぎる、これは。過去一安い。はい。ジュースと値段あんま変われ。むしろジュースの方が高かったわ、ほんと。ねえ、っていう感じで。この旗ね、どのチームにも基本的にこういう旗ありますんで。私、セレサポでございます。歓喜でございます。ねえ、ほんとに。タビラくん。ねえ、そして、はい。シンボくん。はい。そして、我らが大好き、丹野さんでございます。ねえ。そして、下ぐるいっぱい食べちゃうよ、と。いう形でね、ちょっと雨だったのでね、人も少なめにはなってるとは思うんですよ。ね。でもまあ、スタグルね、その分、いっぱい食べれると考えると、私、スタグル今日、私、全国のスタグルいっぱい食べちゃうよ、という形でいるのでね。はい。4つのうち2個選んだら、しか選べないので、まあ、柿を選びました。おいしゅうございましたよ、という形になっております。この10円パンって、絶対10円で売ってるって思っちゃいますよね。高いんですよね。まあでもね、スタジアムにしては安いかなと思います。そして15分ね、優柔不断のため悩んだ結果、フルーツサンド食べようと思って並びました。そしたら、ホットドッグにしようってなりまして、結果ホットドッグ買うという様でございます。そしてまだまだ食います。いっぱい食べます。いっぱいお金を落とします。はい、岩手町のね、焼きうどんでございます。こちらね、岩手町の焼きうどんも美味しいと。うましという形で。そしてさらに買ったらウェットティッシュまでくれました。もう優しい。ねえ、もう空気抜けてるよって言って、そしてねえ、壊そうというか、まあコールリーダーの声、軍団のね、声出しの練習に遭遇しましたので、私これずっと見とこうと思って、焼きうどん食いながら見とこうと思ってね、はい、遭遇しました。そしてね、まだ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 こう進んでいくで、これさっきのねジュース、スタジアム価格にしたのはね、もうしゃあない、内緒。そう、さっきのね、焼きうどん食べながら見ております。いいですね、こういうのいいですよね。こういうの見るだけでも参加するのもいいですけどね。宮沢賢治でございます。いや本当にね、こう見ても楽しめると思いますし、参加しても楽しめると思うんでね、初めての人でも楽しめると思います。そしてね、私岩手県全部の町をこの盛岡で最後になります。はい、全部の町回るといかにこの宮沢賢治が県民に愛されているかが分かったので、こちらのねちゃんともとても味わいが深い代物と言いますか、素晴らしいちゃんとだと思います。はい、そしてね、おすすめツイッターで求めたらおすすめされたのがこちらのアフォガート飲んだ方がいいよと。釜石から来ているコーヒー屋さんだから、こちらのアフォガートはおすすめだよと言っていただきましたので買いに来ましたね。小休止でございます。もう入れるタイミング泥が取られへんかった、本当に悲しみ。まだやっております、まだ練習しておりますよ。はい、もうそろそろね、入場しないといけないので、私は芝生席なのでこのまま突き抜けようと思いますね。でこちらが入場口ですね。そろそろ入場せなあかんなと思っております。そして入ったらこれありました、センス20丸でございます。かっこよし、かっこよしでございます。そしてね、キズールさんでございます。そしてスタジアム DJ ジョンカビラミーすごない、皆さんジョンカビラって思ったことない？めっちゃジョンカビラミがありますね。要するに声めちゃめちゃいいということでございます。
そしてゴールキーパーが登場でございますね。丹野さん、本当にプレーが見れるとなるとやっぱり感慨深いものがありますね。いや、ゴールキーパーの挨拶もありますんでね、この旗いっぱいあるのはいいですね。やっぱり 大旗といいますか大きい旗がいっぱいあるのはやっぱり見応えがありますね。うん、まあここからはね、ちょっとね、僕の声よりもこのスタジアムのね、雰囲気を味わってもらいたいと思うので、ちょっと僕の声は少なめにしておきます。そして芝生席だったのでね、持ってきたたこ焼きレジャーシートを持参でございます。そして盛岡市長の挨拶でございます。皆さんね、しっかり聞いております。やっぱりね、サッカーっていうのはね、地域活性化の大きな役割を担うと思うので、やっぱりこういう市長さんとかがね、期待しているというのもね、すごく大事だと思いますんでね、本当にそこは僕もそれは思います。はい、そして来た、わー、来たということでね、はい、念願のキズルに会えました。幸せでございます。いたね、本当にもうずっとテレビの世界というか違う世界のものだと思ったんですけど、こんな目の前で見れるというのは幸せでございます。はい、絶対キズルファンいる、世界中、日本中にもキズルファン絶対いる。はい、ちょっとタイタニック味ない？どう、タイタニックに見えないね。え、そしてね、こうゴール裏、やっぱ白っていうの映えますね、いいですね。サイドステップ、キズール渾身のサイドステップという形でね、やっております。これね、サポーターの方と触れ合うのも、こんな触れ合い方見たことないですよね、うん、鼻先というか先っぽでサポーターと触れ合うっていうのはね、いいですね。
そしてハーフタイムにスタグルエリアに来たらですね、なんと日本でトップクラスにヘディングうまいオーナーさんが酒作っておりました。そしてまだまだ食べちゃうぞという形で、私はい2日連続のジャジャ麺でございます。はい、ジャジャ麺、ジャジャ麺、ジャジャ、ジャジャ麺、ジャジャ麺、わあわかんない、ジャジャ麺っていうかな。はい、めちゃめちゃジャジャ麺好きでございます。美味しいです。もうジャジャ麺が美味しい、本当に好き。うん、いっぱい食べれます。昨日はジャジャウマさんってところで特盛り台を台のもう一個上食べて、今食べました。スタジアムでもね、違うお店さんで、はい、気さくさんかな、はい、食べさせていただきました。それではどんどん楽しんでいきましょう。そして試合は1対0で岩手グルージャー盛岡の勝利でございます。私来る試合、大体ホームのチーム勝ち点1以上は持っているんでね、いや素晴らしいと思いますね。本当に私のおかげではないですよ。でも私来た試合、大体ホームが勝ち点1以上を持っております。いいですね、素晴らしい。そして選手ね、皆さん回ってくる感じで皆さん待っておりますね。うん、いいですね。やっぱりこう、やっぱ勝つ試合っていうのは新しいサポーターも増えますし、まあね、今既存のサポーターのテンションも上がりますしね、やっぱりこう地域こう盛り上がるというか、やっぱサッカーって最高だなと。これは推しチーム推しチームじゃない関係なしに、サッカーっていうものはやっぱり身近に感じれるっていうのは最高だと僕は思います。本当にこのスポーツがあって僕は良かったと、幸せでありますね。そして丹野さん、ナイスゴールで、ナイスセーブでございます。そして最後、試合後もねスタグル変えたんで、もう買って帰ろうということでね、サーターアンダギーを買って帰りました。いや本当に最高でした、ありがとうございます。お邪魔しましたということでね、本当に岩手の皆さん、岩手グルージャー盛岡のサポーターの皆さん、本当にありがとうございました。ではチャンネル登録高評価よろしくお願いします。次は秋田に向かうよ。